バルフ。バルフはアフガニスタンのバルフ州の都市である。古代より交易路の要所として発展し、バクトリア王国のトバクトラはバルフ、あるいはバルフ周辺の地域に存在していたと推定されている。長い歴史の中でバルフは幾度も戦乱に巻き込まれ、現在のバルフはバラヒッサール遺跡の側に存在する小村となっている。バルフは アフガニスタン北部のの下流、マザーリシャリーフの西1 8キロメートルに位置する町で、ある。バルフ州に属し、軍としては、州内で2位、市としては3位の人口規模である。町の中心には、ホアジャアブナスルパルサジーン、緑のモスクがあり、直径約6 0 0メートルの環状のマイクがある。1920年代の地図によると、町の東側は、旧市街で対象の宿があり、 西側は新市街、南側には、バザールやユダヤ人街があったという。そこから東、西、南、インド古道、西南、東南の5方向に放射状の幹線が伸びている。町の北部には巨大な丘があり、ところどころに城壁が残っている。中心部を抜けると、田畑が広がる農業が盛んな地域である。青銅器時代、バルフ近郊のダシュリーオアシスでは、 バクトリア・マルギアナ複合文明が栄えていた。バルフの街がいつできたのかは定かではないが、バルフについて言及した最古の書物は、ゾロアスター教の教典、アベスターである。伝説上のペルシアの王が、バルフの建設者とされているが、ゾロアスター教の始祖ザラスシトラが布教を始めた後に、宗教的に重要な都市となる。ゾロアスター教では、バルフは、 主神アフラ・マズダーが作った16の土地の4番目に当たりザラス・シトラが埋葬された場所でもある。アベスターが成立したのは少なくとも紀元前650年より前と考えられており、バルフもその頃にはすでにあったようである。バルフはメソポタミア文明とインダス文明を結ぶ交易路やシルクロード通っていたためオアシスの交易国家、都市国家として繁栄した。 前5 2 2年、アケメネス朝のダレーオス一世に対する大規模な反乱がマルギアナで起き、バクトリアの大衆が出動して鎮圧した。その後、アレクサンドロス三世がアケメネス朝に攻め入り、前3 3 4年にバルフを占領し、地元の豪族スピタメネスと戦う拠点とした。前3 3 1年、ガウガメラの戦いが起きた。バクトリアの大衆、 ベッソスはダレエオス三世の主力部隊の一つとして奮戦したが、後にダレエオス三世を殺害して自分が王になろうとした。前301年のイプソスの戦いの後、セレウコス長はバクトリアを征服し、バクトラに副王を置いた。これによってバクトリアでギリシャ人の入植が始まったという説がある。全256年頃、ギリシア人のディオドトスが、 セレウコス町に対して反乱を起こし、バクトラを中心として、バクトリア王国が独立を果たした。この地では、ギリシア文化が維持され、後世にも影響を与えたとされる。バルフ近郊の直径約 1km の円形の上司であるバラヒッサールは、バトラの遺跡であると考えられている。1923年から1925年にかけてバルフで行われた発掘調査。 1947年に再び行われた発掘調査では、バクトリア王国時代の出土品は確認できず、ヘレニズム文化に属する遺跡は発見されていない。その後は、大月市やクシャーナ朝の下で繁栄し、仏教の授業も進んでいった。クシャーナ朝のカニシカ王の地位世以降、7世紀のアラブ人の征服まで仏教の繁栄は続いた。バルフにはがあり、 この地方の仏教の中心地として繁栄した。後に、アッパース朝の最奨を輩出し、地よ人う物語にも登場するバルマク家は、バルフの仏教と集団の長だったという。3世紀後半から4世紀頃、サーサーアンアサは、バルフにクシャーアンシャーを置いていた。588年、サーサーアンアサのバンフラーム、チョゲエン将軍が突決から、バルフを取り返した。 629年、現状三蔵がインドを目指して、塔を出発し、途中でバルフを訪れた。当時のバルフは、今しめ活国、馬活国と呼ばれ、周囲2十四里、と、約8.8キロメートルの大都城があった。正常仏教が盛んで、百余のガランと三千余人の、僧侶がおり、ショーラージャガハと呼ばれていた。町の西南には、納め今しめ僧が合い、ナバ僧ガランがあり、 仏像のある北道、聖遺仏を収めた南道、高さ204弱、約67メートルの外場、仏道と、少者、僧院があったという。イスラーム海前のバルフでは、仏教、ゾロアスター教以外に、マニ教、ネストリウス派のキリスト教も信仰されていた。イスラム教を報じるアラブ軍が最初に、バルフを占領したのは、642年の、 ニハヤバンドの戦いの後である。その後、653年に、ウマイヤ朝が成立し再び、バルフを占領した。この頃、バードギース州を根拠地とするエフタルのタルハンネザーブが、ハンアラブ連合を組織し、を起こしたという。ウマイヤ朝は700年に、タルハンネザーブを倒し、736年に、バルフに、正式な行政府を作った。 しかしシルクロード貿易をめぐる争いに、東やトバンが参戦し、750年にアッパース町によって占領され、821年にはターヒル町が起こるなど戦乱が続いた。この200年に及ぶ戦乱の中で、ナウバハール寺院が破壊されたようである。9世紀後半、アフガニスタンにおける初期のモスクの一つである、のグムバードが建設された。900年頃になると、 サーマン朝がこの地を征服して、勢力を拡大させた。12世紀の地理学者イドリース・スイーによると、バルフは、ホラー山地方の主要都市の一つとして繁栄し、商業や教育が盛んだったという。1135年、セルジューク朝のスルターン・アフマド・サンジャルがマザーアリ・シャリーフで、ハズラとアリーの遺体を発見し、墓を作ったという。1173年、 ゴールアサがバルフを奪回したが、1215年にホラズムシャー朝に滅ぼされた。1218年からのモンゴル帝国のホラズムシャー朝攻撃に際して、バルフはモンゴルに降伏するが、バルフの動向を警戒したチンギスカンの命令によって市民は虐殺され、城壁が破壊される。チンギスカンに仕えたヤリツ素材は、大河に臨んで、ブチ城なる町あり。 スコブルとミモリなりと記している。13世紀後半、中国に向かう、途中のマルコ・ポーロがバルクを訪れた。その頃のバルクは、パリクロと呼ばれており、ヨーロッパでは、アレクサンダー大王とダレイ王の娘、ロクサーナが結婚した町として知られていた。カタール、モンゴルの攻撃によって壮麗な宮殿や、大理子作りの美しい邸宅が破壊され、廃墟になっていたが、 それでも立派な都市であり、モンゴルと他の勢力を分ける国境地帯の町として栄えていたという。1318年から26年頃、チャガ大半国のケベクによってバルフは再興された。1333年にバルフを訪れたイブンバトゥータは荒廃してはいるものの、堅固で壮大な市街地やモスク、マドラサの遺跡から王子の繁栄の跡が忍ばれると書き残している。 1340年頃からチャガタイハン国は分裂し、アフガニスタン北部の内バルフ川流域はスルズ部族によって支配された。1368年に西、チャガタイハン国の有力アミール、貴族であるフサインはバルフを本拠地に定めて防備を固めた。1369年、フサインと対立するアミールティムールはバルフに進軍し、包囲の末に町を陥落させる。 1370年4月9日にティムールはバルフで、真珠の誓いバヤを受け、新たな政権を受立する。15世紀初頭、民の英楽三角の命を受けた鎮生が、八ク黒、バルフを訪れた。1447年には、再びがあったという。1480年頃、スルターンフサインバイカラがマザーリシャリーフのハズラトアリー病を修復した。1507年に、 草原地帯から南下を続ける、ウズベク国家のシャイバーニー朝、ブハラハン国がアフガニスタンに到達し、サハビー朝と衝突した。1510年のマルー近郊の戦いで、シャイバーニー朝は敗北し、一旦は押し戻されたものの、1568年に、シャイバーニー朝のアブデラーブン・イスカンダルはバルフを占領する。1646年に、ムガル帝国が、 アフガニスタン北部に侵攻し、ジョーズジャン州のシェベルガーンで、ジャーン・アサに勝利し、バルフを支配下に置いたが、ゲディラ戦により撤退した。1751年、サドーザイ・アサのアフマド・シャー・ドゥ・ダーニーがバルフなどを征服した。1849年、ドースト・ムハンマド・ハーンの息子のムハンマド・アクラム・ムハーンが、バルフを占領した。1879年、 シールアリーハーンがバルフで死去した。バルフ州は農業が盛んでアフガニスタンでも屈指の小麦、大麦の産地である。バルフ軍はショールガラ軍と並んでアサヤゴマ、タバコ、オリーブ、マスタード、パシュトゥーゴトダリーゴーデシュロームなど商品作物の産地であり、絨毯の製造も行っている。街の歴史は 非常に古いが戦乱による被害のため保存状態が悪く廃墟になっているものが多い。街の内外で仏教遺跡が見つかる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。